それでは参りましょう。この対決勝つのはどちらか。いよいよ試合開始です。なんかワクワクします。飛びをガードして、さあここは空対空、ジャンプ攻撃は早めに迎撃しています。さあ逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。何か狙ってるんですかね。これはプレイヤー2、体力は厳しいですがまだチャンスはあるか。相手この隙は見逃しません。ドライブインパクトで反撃していきます。ナイスナイス。どうするどうする、何が起きるか。いやーここ気が抜けない。 KO。 ナイスナイス、かっこいい。さあいい形でラウンドを取っていきました。なんかこう魂のぶつかり合い、敵なものを感じました。次のラウンドはどんなドラマが生まれるのか見ていきましょう。プレイヤー2、若干体力でリード。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。さあトルバラン、2人ともやる気満々だ。さあこの差し合いの間合いどう出るか。ストリボーグしっかり勝てるよこれ。さあここからの動き、もうねここ本当に難しいんでしょうね。どう崩していくか。プレイヤーまさかのパーフェクト KO。 圧倒的な攻めを見せつけました。ナイスナイス、かっこいい。さあこのラウンドはやや一方的な展開でした。次はどうなりそうですか。いや強すぎません。すごい気迫みたいなの感じます。これは強すぎですね。カルギはなんと S2 発動している。どうだ、なんかもうすごいことになってるよ。ここからなんと S2 発動している。どうだ、なんかすごい、いいタイミングで使ってきた。アポロウーサ強烈な拳、マリーザ見てる。ここで KO となった。おお、しっかり倒しきりましたね。緊張感がある、見応えのある試合でしたね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。さあここは再戦を選択。次はどんな展開になるか。まだまだ戦い足りないようです。さあここでインパクト、いい判断だ。いいですね。壁にここでスーパーアースを使っていきます。すごい。さあしっかり距離を取ります。各種ゲージ類を確認して戦略を練っているところでしょうか。アーマーで受け止めている。さあこの飛びはガードしています。落ち着いています。体力差はついています。試合は後半。プレイヤー2、体力状況は厳しいがドライブゲージの運用次第ではいけるか。ここはターゲットコンボを選択。両者ラインを下げずドロップスーパーアーツを使います。出た SA 技。ここは大きくダメージを奪う判断。さらに駆け引きは回っていきます。両者体力は苦しい。これは素晴らしい逆転、反力を見せつけました。逆転だ。大接戦となったラウンド、さあここからどうでしょうか。どっちも強くて見応えがありました。さあこの飛びはこれはどっちだ。見事なパニッシュカウンターとなります。ナイス。抜け目なく連続技を決めていく。プレイヤーはここでの押し引きが重要になる。この感じは名勝負の予感がします。この地上の前線は受け止めながら、どういうことこれ。いやいや、さあターゲットコンボから、これ結構有利ですよね。両者どう出るか。ジャンプ攻撃か KO。 綺麗に決まりましたね。さあ次でファイナルラウンド、勝負が決まります。熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。上からの攻撃をしっかりガード、読み合いが巡っていく。中段は通らず、ちゃんとガードしてる。すごい、うまい。アブリマーチを決めていく。プレイヤー2、体力状況、この中段はガードした。いいよいいよ、ナイスガード。プラスしてます。さあ両者に SA ゲージがある。このスーパーアースは通るか。なんかもうすごいことになってるよ。この大技は通らなかった。ちゃんとガードしてる、すごい。次の動きはほんまに当てちゃう。あっと CA 発動、パーフェクト。全く隙を見せずに倒し切りました。おお、しっかり倒し切りましたね。あっという間の一戦でした。
今の戦いどんな風に映りましたか？いやどっちも頑張っててナイスポイントって感じでした。さあここはドライブインパクトが噛み合いました。いいですね。プレイヤー2体力的には優勢です。結構リードしてる感じですね。さあ技が空振るかどうかのギリギリの間合い、どうだ、攻めるきっかけを探ります。なんか弱ってる感じですかね。スローが入って、お、痛そう。コンボにオーバードライブアーツでダメージアップを狙います。画面端に追い詰めます。大事な局面。何か狙ってるんですかね。それはプレイヤー2体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第ではいけるか。どうなる。体力差は若干ありつつまだどうなるか分かりません。ガッツリ当たっちゃいましたね。ターゲットコンボからお互い体勢を一度整えます。次の展開はどうだ。もうね、ここで KO。 ピンチをチャンスに変えて逆転まで持っていきました。うわ、逆転だ。一つのミスも許されない緊張のラウンドとなりましたね。いやー、いい勝負。負けちゃった方も惜しかった。次受け止めつつ攻撃していく。やばい。さあめくり攻撃にはガードです。いやー、どうだどうだ。プレイヤーは壁のプレッシャースーパーアーツにゲージを使いました。ナイスナイス。さあアポロウサマリーザ渾身の拳を振り抜いていく。マリーザすごい肉体美ですね。プレイヤーは体力状況は追いついた。ここでバーンアウト。プレイヤー2ここでバーンアウト。苦しい。この地上の前線、技のリーチとジャンプをどう意識させるか。一人防具慎重ですね。ほんまにアイドショット。前ジャンプで飛び込んだ。まだ壁からは逃しません。どこまで続くか。いいじゃないですか、これいけそうですよ。なんと SA 発動している。どうだ、 KO 決まった。さあ次で最終ラウンド。両者のボルテージも最高潮。いやー、熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。これは誘導していたのか。ナイスナイス。一人防衛プレイヤー2先に体力をリードしていった。いいじゃないですか、これいけそうですよ。ここは出方を伺うか。一人防衛まで集団は立っている。いいよいいよ、ナイスガード。飛んで飛びは落とした。いいですね。焦げで牽制しつつ、これは中断は通らず。ちゃんとガードしてる、すごい。受け止めている。ちょっと何ですか今の。画面端、ここで SA を使っていった。全てのゲージを使った。ここで大きく勝負に出るか。マリーザを見てると鍛えてる女性ってやっぱりかっこいいなってなっちゃいます。ここでバーンアウトしました。いやー頑張れ。体力差は多少決めた。うわー決まっちゃいましたね。プレイヤー2死闘の末見事勝利を手にしました。最高の試合でした。いやもう2人とも天才すぎ。お疲れ。さあ注目の一戦見ていきましょう。なんかワクワクします。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。かっこいいとこ見たいです。さあこのドライブインパクトは当たりません。ジャンプからの攻撃は拒否します。はい。さあ相打ち。長い技にジャンプが噛み合うリスクがある。技ぶりが難しい距離となった。さあどうか。インパクトは総裁となりました。プレイヤー2
画面端のいい状況を作っていきます。何か狙ってるんですかね。これはさあ試合は中盤に差し掛かります。体力はお互いほぼ同じ。どうするどうする。慎重に KO 決まりました。おさあこのラウンドはいかがでしたか。勝負はまだこれからって感じですね。試合も盛り上がってきました。さて次はどうなるか。さあここでドライブ前ジャンプ飛びで攻めていきます。相手の隙を狙って積極的にジャンプ攻撃を仕掛けて大ダメージチャンスを作ります。対空に空中投げ。さあお互い攻めっ気たっぷりの様子。投げていいですね。ここで追い詰められた。どうだ。きっちり飛びは落としました。すごくに天才ゲージを使った。さあ逆駒投げを通した。さあここからいけるよ。集中集中。少しのミスが命取り。ここで KO となった。決めてきた。ナイス。まだまだ見たかったと思わせる名勝負でしたね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。まだまだ勝負はこれから。次の試合も見ていきましょう。まだまだ戦い足りないようです。さあ飛び道具をドライブしつつ。どうだ。試合は始まったばかりです。どこから仕掛けていくでしょうか。どちらが先に仕掛けるんですかね。さあ差し合いの距離どう動くか。どうだ。一進一退の体力状況ですが、そろそろお互いの実力が分かってきた頃でしょうか。あと少し。さあ大きなコンボで一気にダメージを与えます。勝負をかけに来ました。触れば終わってよ。おお、しっかり倒し切りましたね。さあこのラウンドはいかがでしたか。今負けちゃった方にも取り返してほしいですね。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。プレイヤーは若干体力的に優勢となっています。結構リードしてる感じですね。さあこの差ドライブゲージがなくなった。なんかこっちが緊張する。さあドライブゲージを使った立ち回りができない状況です。さあトリグラフ降りている。2人ともやる気満々。フィニッシュまでお見事。ナイスナイス、かっこいい。圧倒的な実力差を見せ。さあそれでは見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。どっちも強そう。体力差はそこまで開いていないのでまだまだ分かりません。だいぶ有利な状況ですね。さあしっかり距離を取ります。さあどこから行くか。お、どうなるんでしょうか。どうだ。あと少し。パーフェクト KO。 一切の隙もありませんでした。ナイスナイス、かっこいい。さあこのラウンドは難なく勝利を手にしていった印象でしたが、どうご覧になりましたか。めちゃくちゃすごい攻めでしたね。ここはターゲットコンボ投げに成功。ここからお、ヘッドリボーグ。いやいや、どうなる。プレイヤーは若干体力でリード。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。これ結構有利ですよね。ここで SA を発動。ちょっとなんですか今の。 KO 決まった。駆け引きがうまく噛み合ってのストレート勝利、圧巻でした。強すぎ、すごい勢いでした。さあ勝つのはどちらか、どんな展開になるのか。いよいよ試合が始まります。どっちも強そうですね。
さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。ビシバシやり合ってるところが見たいです。制圧、相手を壁に押し付けていきます。どうなるどうなる。ここで中段攻撃、お互い画面端は背負いたくないか。どうだ。この中段は見えていました。いいガード。ジャストパリー成功。いい展開となります。距離は十分、両者どこから仕掛けるか。ここでお互い次の手を模索しているようですが、どうするどうする。壁からは逃さず対応を迫り続けています。だいぶ有利な状況ですね。回路はもうありません。どっちもギリギリ追い詰めている状況。ターニングポイントになるか。どうなるんですかね。ここからお互いがここで SA を発動。あ、これかっこいいやつ。対応、おお、しっかり倒し切りましたね。このラウンドはなんとかギリギリのところで粘りましたね。2人ともマジ天才。とってもいい試合でした。前、ラッカーを受け止めつつ攻撃していく。え、レイヤーはさあ追い詰めました。何か狙ってるんですかね、これは。さあカウンターが決まった。痛い。がっつり当たっちゃいましたね。ラッカー上から行く。お互いドライブゲージを頻繁に使う。いった、ここでインパクトを狙っていました。いいですね。いいよいいよ、勝てるよこれ。うまい、アブリマーチ勝負あり、 KO になりましたよ。名勝負。さあこの試合はしっかりと勝ち切りました。どうでしたか。面白かったです。2人ともマジお疲れ。さあ先ほどの試合を踏まえて次はどのように戦略を変えるか見ていきましょう。さっき負けた方も次はいける。さあ壁まで追い込みました。壁に追い詰める時間を稼いでダメージチャンスを増やしていきます。位置の入れ替えで攻守が逆転します。壁際は拒否しているか。プレイヤーはこのままドライブゲージを使い切ってしまうか。さあしっかり距離を取ります。この遠い間合いでも情報のやり取りが行われていますが、壁を使って柵を迫りじわじわと体力を奪います。だいぶ有利な状況ですね。いやー、どうだどうだ。プレイヤーは画面端のいい状況を作っていきます。スーパーアースを使います。え、これは通りません。いいよいいよ、ナイスガー。どういうことこれ。うわ、これは痛い。ここからの一挙一動は非常に重要。どっちが勝つの。壁にドライブゲージがない。我慢、フィニッシュまで。お見事。ナイスナイス、かっこいい。これは非常に大接戦でした。手に汗握る展開でした。いやー、見てるこっちがドキドキしちゃいますね。2人ともすごい。スーパーズツキ受け止めながら。ちょっと何ですか今の。一人防具。2人ともやる気満々だ。一度距離を置いて様子を伺います。壁に追い詰めてチャンスになります。この感じは名勝負の予感がします。プレイヤーはギリギリのドライブゲージ管理できるか。インパクト、波長の被弾は気にせずに使っていきます。ナイスナイス。うまくワンチャンス作ればまだ分かりません。バーンアウトした。勝負あり、 KO になりました。決まった。さあ1本返してマッチポイント。両者互角の勝負だ。なんかここまですごく一心一意できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。プレイヤーは体力優勢、このアドバンテージを生かせるか。このまま勝ち切ったらか。飛びはバレていたか。今完璧。ハイジャンプで飛び込んだ。プレイヤーはここが勝負どころ。いやー、一気に来るんじゃないですかこれは。うまい、 KO。 おー、しっかり倒し切りましたね。緊張感のある、見応えのある試合でしたね。いやー、